建築しりとりはどうですか。それ大丈夫ですか。天下の宝刀が出ます。天下の宝刀いるけどね。メンバーに一人。じゃあ絶対に立体的じゃなきゃダメ縛りね。一マスペラペラダメってこと。ペラペラダメ。はい、じゃあ次、じゃあアイクさんどうぞ。どうしよう。これはあれですよね、子でもいいんですかね。あ、いいよ、うん、それは全然。点点でもいいし、丸でもいいし。丸点点でもいい。ほっです。難しいな。おん、まあ、第1問はね、言ってもいいでしょう。これはだからリンゴですよ。ああ、リンゴかな。何、なんか、あー、わかった、うまいわ。嘘。あーあーあー、はいはいはい。あ、なんだろうこれ。やばい、先生来る。やばい。はい、これでうまいね。オールジャンルでいいんですよね。オールジャンルでいいですよ。了解っす。お、立体感、立体感。嘘、終わんないよね。出た。いや、終わんないですよ、まだこっからよかった。次の人が頑張る。誰だ次の人？アキさんでしょ。何これ。これいらなかったな、これいらなかったな。で、ちょっと待ってください、ね、ういう、俺は分かったかも。これぐらいでいいかな。分かった、これぐらいでいいかな。思ってたけど合ってるのか分かんない。あれ、俺も合ってるのか分かんなくなってきた。あー、これなかったらよかったかな。なるほど、これで完成。完成としましょう。なんだこれ。いやー、いいパス出た。非常にいいパスが出ました。ちょっと待って。こう、分かるっしょ。はい、鳥ちゃんどうぞ。いや、分からんでしょこれは。さあ、早く早く。これ次通話に参加してきた人に答えてもらおうよ。あ、ね、うん、次貧乏くじ。じゃあ自分で言ったし。もうでもなんかもうそれにしか見えなくなっちゃう。一回それかなって思うと、でもそれで合っててほしいな。2周目は30秒以内とかにしようか。立体で、立体で。でもみんな立体作るのうまいよ。ただ俺やってないけど。確かに。なんだこれ。え、シュルカー、いや、シュルカー置いちゃった、間違えちゃった。そんなギミックをこの短時間で仕込む。前の方とつながるのであれば。おいおい、人のせいにするような発言をやめてくれた前。なんだこれ、俺分からん。バステンさんのやついつも俺なんだもん。確かにそうだわ。あの、牛といい。なにこれ。もう感じ取ってくださいよ。感じ取るしかないね、わかんないや。黒と緑の組み合わせでヨッピーさんだったらあれにしか見えねえな。レイザー。俺もなんかそれなのかなと思ったけど、あ、わかってきた、わかってきた。オッケーオッケー、これでいいよ。だいたいこんな感じよ。じゃあ矢印作っていい？いいっすよ。じゃあ鳥ちゃんタイム測ってね。いいっすよ。はい、いいよ、いつでもいいよ。ブロックだけ準備しとこう。よーい、やばいやばいやばい。何秒で？30秒30秒、うん。5秒経過。あ、もうね、始めるよってないの、始めないの。用意でカウントダウン。10秒経過。嘘だ。嘘。じゃあそこまで言うなら、はい、スタート、スタート、はい、だって用意で構えてて始まるって、そんな俺用意しか言ってなかった。言ってました、ね、あ、本当。じゃあアイクさんが悪いね。残り10秒。やばいやばいやばい。何それ。あー、どうだ、終わり、うん、終わった。あ、はい、うわ、やっぱ30秒だとこんなクオリティになるんだね。アイクさん、はい。ちょっと待って、じゃあ材料選びタイム。材料選びタイムは、もうそんな何色も使ってる余裕ないね。ないよ。確かに。30秒だよ。ギギ立体だもん。
確かに2段なだけ2段だもん。そう、30秒だよ。はい、はいよ、よーいスタート。立体だな。立体だよ。立体難しいだ。立体だよ。10秒。ちょっと待って、早い。早い。なんだこれ。何これ。全然わかんねえ。20秒。全然わからん。もう感じ取ってもらうしかない。いや、感じ取れない。2、1、終わり。何これ。あいつさん、なんだよこれ。やばやば。なんか何これ。これ昔こんなパズル売ってたけどな。んで終わってないよね。終わってないです、終わってない。えぇ、ー、久美さん来た。久美さん、どうぞ。こんばんは。久美さん、レルム。なんだこれ、これわかんねえな。え、ワイクさん、これ現実でもこんな色してる、それ。現実では、多分、うん、色はこんな色ではないけど。あ、分かったかもしれない。いや、そうだ、分かんの、そのやりとりで。分かん、まあじゃあそしたらバセさん、もうこれはあれだって決めつけて次進むしかないね。うん、いや、ちょっと待って、決めつけるにもな。俺もしかしたら分かったかも。だから青とかで作ったのかな。あ、そうですね、色はそういう意味ですね。あー、分かった分かった。ちょっと考えますわ、考えますわ。うん、いいよ、まあ、そこはね、そこは時間使っていいですよ。制作時間30秒だから。一番怖い。ちょっと待ってよ。これでもバステンさんはさっきは結構短時間で仕上げてたんで、ね、30秒でしたから。いや、でもこれこれはでもギリだよね。俺らだから想像つくけど。ああ、そうね。こういうの趣味じゃない人。その後の鳥ちゃんのこの2色、はいよ。オッケーです。いいっすか。はい。アットリちゃんお願いします。はい、いきますよ。よーい、スタート。お、黄色。黄色。え？終わりっす。わかった、俺はわかった。あ、じゃあちょっとだけまだ足してもいいですか。じゃあ時間なら。あ、オッケー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 。うまいかも。あれ、成長してるかも、バステンさん。あ、終わり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 。全然余裕、全然20秒ぐらい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、トリちゃんは俺が測るね。ちょっと待って、難しいな。普通のしりとりならたくさん出てくるんだけど、立体が難しすぎる。作れるのを探すのが、まあ、あれかな、ワンチャン、振り出しへ戻るを30秒以内に作れば無限ループの完成。なるほどね。よし。え、待って待って待って、え、待つ、いいよ、いいでしょう。はい、じゃあ用意、スタート。あれ、立体じゃないの。大丈夫かな。5秒経過。クリエイティブの操作に慣れてない。慣れて。10秒経過。やばいよ。パスされるの俺なんだよ。なんだこれ。立体だよ。18、19、20秒。間に合うかこれ。これなんだこれ。25秒。あ、28、29。はい、30終了。なにこれ。これなんだ。アキさん分かるでしょ。いや、自分がつくのかなと思って。あ、待って、ついてんじゃん。あ、うがつく、これうがつく。もう必死でそっち考えてなかったわ。ちょっと、おこれはだから あの3文字でうがつくやつね。いや、6文字ですよ。6文字。じゃあそれ6文字で見たらうがつかないの。なんだ6文字。え、6文字ですよ。それ6文字にすると最後プになる。ならない。なんだ最後は。ビビだね。え、さすがアイクさんやな、まあ、伝わるな。ビ、さすが同年代だね。ふふんふふん。もう答えやそれ。お、びっくりした。おー、なんか来た。なんジャガーノビックリした。来た。いや、怖い怖い怖い。それからの通りに来ると、クミさん、ちょっと今しりとりやってて、最後クミさんにさ、順番に何が当たったやってやるかって当ててもらうから、ちょっと見ててね。
じゃあ俺の番ね。どこまで行くんですか。これはあの水平水平線まで行ったら終わっちゃう今日が。水平線か。あともう俺からだからあともう人数分やりますか。4回了解っす。はい、これわかんないんだよな。ヨッピーさんのがわかんないんだよな。もうそれしかない。よし、いいよ、あいつでもかい。よーい、スタート。早いんだよな。もっと溜めて、よーいとスタートの間。おお、なんか早いな。10秒。うわ、早っ。あー、わかったわ。でもえ、はい、わかんないな。わかった、わかった。そのあれ待って、分かんなくなっちゃったな。あ、ごめんなさい。25秒。 OK、 よし、どうだろうか。2、1、終了。どうだろうか。待って、俺もっと大きく作ろうとしてたんだ。なんだこれ。大きくっていうのが頻度なのかな、これはね。そうだね、超巨大なものです、これは。言っちゃダメか、そんなヒントは。じゃあどんどん行こう。考える暇を与えずに。分かったよ、でも俺は。いや、自分がもうこれ運がつくものになっちゃうんですけど、運はつかないな。あいつ、俺もそれ思ったけどね、もっと違うよ、これもっと巨大な施設だっていう風な、さっきのヒントが。ヒント言っちゃったもんね。あいつ、これの俺で終わるのを考えて。そっから考えて。そっから考えて。さあ、いくせん。でも見返すとバステンさんのあれがいっちゃうめえかな。あ、僕のあの3つ目がですか。うん、時間いる。3つ目じゃないよ。あ、違う。このこれ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 。こっちか。2周目のシンプルイズベストですよ、うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。すいません、遅くなりました。コンバチャミンさん。あ、全然大丈夫ですよ。何してるの。レルムズで今人が集まるまでしりとりをしてて、俺が無理難題をアイクさんに引っ掛けたらアイクさんの動きが止まりました。いや、多分自分だけ分かってない感じ。いや、多分ね、これね。お、いいです。決まったかい。もう分かるよ。そうだね、もうやけくそで行くしかないね。やけくそで。はい、じゃあそれじゃお願いします。よーい、スタート。はい。お悩んだだけあって早い。もう頭の中で作ってんなこれ。ただはみんなが理解になって。なんだよ。ん？二つ作り始めた。時間取りじゃ言ってあげてね。あ、あと10秒。いきなりあと10秒から。ほうほうほう。4、3、2、1、終了。三つ？なんだろう、何か作りたいものの系統はわかる。うん。そうね、自分が無理やり繋げたんでどうなるか。3つ？3つだからそれの総称なのかな。自分はそうですね。ああ、はい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 、そういうことね。だからここ、俺とアイクさんの頭文字、お尻は繋がってないかもね。そこは考えないようにした方がいいですね。うん、そうそう、これを見てってやった方がいいね。うん、よし、じゃあ松井さん頑張って。お、オッケーです、オッケーです。はい。オッケー。お、早い。早いよ。いきますよ。はい。よーい、スタート。お、白だ。10秒。お、10秒か、もう。立体っすよね。立体でお願いしたい。ゴー。4、3。あ、でもなんとなく分かった、これ。1、終了。オッケー。立体って、立体ってここ一マス飛び出してるだけだ。立体ですよ、ちゃんと。立体ってこれは。まあでもさっきの俺が作ったやつも似たようなレベルだったしな。あ、でもなんかバステンさん、時間設けた方がなんか、あ、いい、なんか伝わる気がする。バステンさんは建築力というか伝える力が上がってる気がする。そうか、縛りプレイ向きか、うん、何作ろうとしてるか分かるもんね。じゃあ次、最後取りちゃう。何作ろうかな。つなげる、かつ頭の文字につなげてループさせる。え、いや、嘘ないとか。嘘あ、いいっす、やってやろうじゃないか。あ、行く。いいのが、おー、思いついたな。それはかっこいいわ、それつなげたら美しい。お、いいよ。ちょっともう3人俺が欲しい。じゃあ行きます。はい、用意、スタート。
ス間違えた。5秒。早い早い。10秒。あー、でも作りたいのは分かった気がする。おー、ほんと。15秒。いや、分かんない。あー、分かりました。これ分かんない。20秒。いいよ、これで。伝わらない？俺伝わらないと思うけど。26、27、28、分かるでしょ。29、30。お、意外といけたわ。終了。あ、やばい、分かんない。ちょっとバランスおかしくなっちゃったな。冷静に考えればいいのかな。え、いいんだよね、バースティンさんのこれはあれとして考えてこれだよな。うん、うん、え、分かりません。アキさん分かるでしょ。なんだろう。分かったでしょ。あ、分かんない。じゃあまあいいか、答え合わせしていくか。はい、じゃあクミさん答え打ってて。まずクミさん、これ俺が作りました、これ。あ、でも、でも奇跡的に俺が作ったのは違うけど語尾が一緒だから。そうか、イチゴに見えんのかこれ。残念、クミさんには通じませんでした。はい、クミさん次、これはリンゴで、ゴかコかで、こっちこれアイクさんが作りました。これは分かりやすいね。女性陣には伝わんない可能性はあるっちゃあるか、これは。そういうことか。あ、分かった。はいはいはい、分かった分かった。じゃあチャミお願いします。コマ。正解、はい、正解。コマだよ、クミさん。やばい、俺らのやつ全然伝わってないぞ。女性陣に、チャミンには通じたけど、見直しされてるけど、結構コマですよこれ。ここが、ここが第一の関門かと思ってたけど。あー、これね、これでもまあここだな。じゃあまず、はい、クミさん、これがコマだとして、こっちから見てほしい。こっちから、これバセさん作った。こっちから、アンゲルの要望が。はい、こっちから見てほしい。なるほどね、まあコマだとして、あと、あの、自分手元をよく見てほしい。ダメだよそれ。星に明日。大ヒント。クミさん多分これ言ってもわかんないですよ。どうぞ大丈夫です。そ、いや、わかるでしょう。どうだろう。待って待って、わかんないよこれ。わかんない。あ、お、クミさん正解。マウス。おお、やるよクミさん。そっかそっか。まあクミさん形的にね。あと、こうやって伸ばしてもよかったかもね、こうやってケーブル伸ばしたから、ね、ああ、なるほど、そっかそっか、思いつかんかったっすわ。一応じゃあ女性陣には2問伝わりました。で、3つ目、これ、これは分かった。色が私も黒だったんだ。あ、なるほどね。そんな白だったら積んでた。とりあえずクミさん考えてみてください。これ俺分かんないんだよな、なんだろうな、ヨッピーさん。嘘でしょ。どん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 、なんだこれ。だってバッセンさん前の作ってて、それで終わるの、うん、巣で終わるのが分かってる。そう、巣で始まる、なんだこれ、この緑の塊と思って。いや、もうこれしかないもん。この中を作ったものが伝わるよね。あ、確かに。あ、スイカ、はい、クミさん正解。スイカか、なるほどね。レイザーじゃないよ。俺も最初レイザーの何かかと思ったね。一個前がマウスだったから、なんか連想ゲームが始まっちゃって。じゃあ次、じゃあこっちは、じゃあチャミンに答えてもらいましょう。これ俺が作った。これカメ。正解。あ、いいね、伝わってるね。ちょっとね、血の毛が。白すぎるってこと。確かに。恥ずかしてんのかな。矢印作ってる。だがしかしだよ、これだよ。これだよ、これ。これが問題作。うん。ただ、うん、なぜか流れで俺らは伝わった。うん、うん。嘘。うん。ね、あれ、アキさんどこだ。ここから、はい、こっちから見た方がいい。そっちからか。あれ、こっちだよね。あ、横から見た方がいいよね。こうだよ。横から、うん、横から、正面から。多分横からの方が分かった、俺も。うん。もしかして、もしかして、このチャゲドが連想ついてるか。クミさんどうだ。クミさんわかんない。クミさんわかんない。じゃあチャミンどうぞ。メダカ。俺もそう思う。俺もそう思った。正解。いや、あってあった、よかった、はい、伝わった。なんでこれで伝わるんだろう。魚、青のイメージあるからな。まあ、うん、水的なね、イメージあるで、このヒレが。そう、ヒレ。うん、確かにこの4ブロックで伝わってるね、ギリギリ。ギリギリだな。なんで 色変えた途中で。急いだらミスって置いちゃいましたね。あ、そういうことね。なるほどね。じゃあ、今チャミが答えたから、じゃあクミさん次これ。
これはバステさん作った、うんうん、メダカのカで来てね。そうだね、メダカだとして、うん、待って、これあ、正解、一番わかりやすいね、やったこれ一番うまいかも、うん、簡潔説明力が満点だ。 そうスタートはなんていう、伝言力、雲でビリビリ感、そう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 、最初ね、最初黄色いのをね、ジグザグに上に上げてってね、はい、終わりですって言った時にね、うわーって思ってそう、10秒ぐらいだった、それがそう、あ、まだ時間あるって言って最後雲作って、で、みんなが伝わった感じ、うん、それでも10秒、10秒余ってたから、うん、すごいよね、すごい。で、じゃあ次、それが久美さん答え、じゃあ次、チャミン、これそれが雷だとして、あ、わかった、あ、ダメだ、終わっちゃう思うじゃん違うんだよ、終わらしたんだよ、この人一回終わらしたんだって、それで気づかずに終わらせないからね、いいリから始まる、これでで、あ、終わっちゃったってすごい焦ってたんだけど、無理やり言葉を伸ばしたらしい。そう、まだ終わらせんから、リボンみたいな、いや、そういうわけ伸ばしてもうまうまだしとれそうか、リオと出たリー、リボン結び、俺もそう思う、とじゃあ、正解もうそれしかないでしょ、もう最初からそれよ、いや、もうこれかなり反則に近い丸だって、ほんとならここで終わってたからね終わらせんから、うん、次、これでここが大問題作そう、あ、B で一応繋がって、あ、違うんだ、 B か、火か、うん、あ、B か、火だね、B で始まんないもんな、ここに打っとくわ、はい、ひひかびかぴか、ちなみに間違ってるんで僕言いますよ、はい、僕これ最初テレビ局だと思ったんですよ、あー、あー、でもそう、作りたいのはそれ、そういうのを作りたかった、ヒントになってしまった、そういうのを作りたい、そう、だからあのお台場のイメージで海とかね行ってしまった、あー、なるほどね自分は最初でもそうか、ひで始まるもんな、ビだったんで病院かと思って、いいじゃん、あー、あそうだな、俺が余計なことこれまあ確かに選択肢は多いのかもしれない、そうだね、抽象的なものを作り、抽象的すぎたんだね、そのもうカテゴリーそのものだもんな、上か、はい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 、上にあれだったのかな、もうちょっと2文字ですか、じゃあそう、あー、そういうことか、分かったんじゃない、アヤさん2文字よ、分かった、チャミンかクミさん、分かったら言っていいですよ、答え、分かった、クミさん、分かんないって、あ、私も分かんねえ、じゃあ誰も分かんないんで僕が言います、バーステンさんと鳥ちゃんには伝わったみたいだけど、うん、え、ビルです、うんうんうん、低っ、そう、これ30秒で間に合わなかった低っ、総称って言われたから、あ、そういうことかと思って、ちっさ、これこれはちょっと私の作戦ミスですね、はい、じゃあ次、まあここで通じなかったんだよね、はい、うん、通じなかったから、ここはここはアイクさんに言ってもらおうか、何を作ったか、はい、どこですかね、まずこれを俺の何だと設定して、あ、これをもう一人部屋にしちゃいます、あ、一人部屋ね、なるほどね、はいはいはい、ここ一人部屋にして、あ、じゃあチャミンどうぞ、野菜、正解、はい、おお。これ何、人参、人参、これはトマト、これはキャベツ、あ、レタスか、レタスとキャベツどっちでもどちらでもどちらでもいいです、いや大事だから、それはじゃこれが野菜だとして、こちら、はい、うん、これはバステンさんが作りました、うん、これはすぐ分かった、白と黒でこういう形をちょっとトラウマに近いよな去年事件があったからね牛事件があったから、うん、クミさん分かる、いや、あれよりは進化している、あ、いいよ、打ってイカ、正解でいいですか、おー、はい、正解です、はい、正解、よかったよかったちょっと足がゲソがちょっとさすがにね、10本作ってる余裕だからもう形で判断するしかないよねなんとなくねニュアンスで、じゃあこれ俺これが分かんない、今も分かんない、うん、これ分かった分かった、ね、色ミスったかもしれない、だってまあ、カで始まってループするからリで終わるでしょ、カで始まってリで終わる、これ、うん、なんだこれと思って、うん、チャミンが分かって、バステンさん分かった？分かんないです、分かんない、アイクさんは？うん、分かってます、あ、分かってる、嘘、クミさんは？すごいよね、分かんないか、え、これ大きさどれくらい？手の上の、大きさ
さまざまじゃない。いや、うん、俺の手のひらだったら大体場合によって。はぁ、あ、えかなんとかかんとか乗るかちょっとわかんないのもあるかもしれない。いやいや、まあ今の時期は食わんかな。そうだね、食わんって言っちゃったわ。あ、食べ物なんだ。こんな遠目の食べ物だった。あー、はい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 、はい、これあー、わかった書かせた方が良かったんじゃない。そう、あのね、色間違えたわ。これ鳥ちゃん、赤にするべきだったな。赤だったんだよね、うん、これあれだな、ブルーハワイだな。ブルーハワイブルーハワイ、俺好きなのブルーハワイだったから。カで始まってリで終わる。もうみんなわかった。わかったよ、うん、はい、クビさんわかった。あ、それね、はい、なるほどね、じゃあかき氷ですね、これは。うん、なるほど。これ丸でいいのかな、まあ、伝わった人がいたわけだからいいよね。そう、3周したのかな。3周あれ3回ずつやりましたよ。待って、俺だけじゃない罰もらってんの。トムさん、やばやば、ほんとだ。あれもしかして、あれあれ、下手くそ。やばい。これはしかも今まで舐め腐ってたバステンさんが一番うまいやつを作るっていう。舐め腐って待って、このメダカもひどくない。ちょっと待って、メダカひどくない。これでも伝わったんだよ。わかったし。くそ。いや、でもこの流れから言ったら反対だから怪しいか。ワンちゃんそうかな。ね、おじさんがわかんないもんね。でもあと待って、そもそもこれそもそもこれ、そもそもこれがアウトでしょ。これがこれは正解よ。これはだって本人あ、やめれって言ったもんね。ちょっとあゆさんわかるでしょ。いや、自分がつくのかなと思って。あ、待って、ついてんじゃん。あ、うわ、つくこれ。ここの流れがね、非常に悪い。確かにこの2つが先般かな。そういうルールだから。2つが先般だって。前後があって分かるものだから。そう、で、これはな、初手いちごっていうのは多分クミさんの育ちが特殊すぎた。絶対そうだって、まあれでもリンゴでいいと思いますよ、やっぱり。ほら、リンゴだってクミさん。あ、面白い。じゃあ本題をやりたいと思います。はーい。何、リンゴ作るの。違うでしょ。なんか違う。これこそいちごじゃないの。いちごに近いかな、やっぱ真ん中に来ると。唐辛子。こうとかの方が良かったのかな。あー、やっぱそこで丸を表現する難しさですよね。まあそうですね、時間ないし。赤い梨みたいになった。でもすごいよね、短い時間でさ、みんなやったんでしょ。みんな、1周目は最初だ